福岡ソフトバンクホークス対この場面打席には山田が入ります。さあ一打先制のチャンス、まあ、やはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですね。引っ張った、レフトへ打球伸びる、レフトが取りました。ワンアウトランナー二塁と変わっています。打順は1番に帰ります。バッター青木、今日は盗塁が1つあります。ツーアウトランナーありません。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになりました。ツーアウトランナー1塁、バッターボックス島内、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。これで3アウト、試合終了。今日は見事な完封で白星を